もちろんお姉ちゃんも一緒です。ダメダメダメ、私がメイド？何この格好、こんなの絶対嫌。美月、出ていくわよ。お姉ちゃん、でも私たち他に行くところないよ。ここにいれば仕事も寝る場所もあるし、それにポチだって。そうだけど、こいつだけはダメ。この仲林義孝だけは、私は面白そうな人だと思うけどな。ロリコンで制服マニアでギャルゲーマニア、極悪非道で外道なご主人様。いいところ一つもないじゃない。こんなやつのメイドになんかなったら私たちの人生はおしまいよ。でももう逃げられないと思うよ。え？うん、きっともう手遅れ。だってお姉ちゃんご主人様に借金作っちゃったんだもん。しまった、もうダメだ。大丈夫、楽しいことだっていっぱいあるよ。ほら、私たちの他にも新しいメイドさんが入ってきたよ。それにロリッコもいるよ、女王様もいるよ、コスプレもあるよ。そんなの楽しくない。あー、これもあれも全てあいつのせいで。ヨシタカ、ぶっ潰れろ。愛と欲望の新番組、これが私のご主人様。面白いことまだまだいっぱいありそうな予感、ワクワク。アニメが始まる前に原作コミックやドラマ CD で私たちのことを予習しておいてくださいね。特報 DVD もチェックチェック。お姉ちゃんのこの美しくもあられもないシーンがいっぱい。あら